ミコミコスパークです。ねえ、ミコとスパークを足してミコミコスパーク。はいはいはい。気に入らないね。どうしたんですか急に。なんでミコが先についてるわけ。いや、語呂が良かったんでしょ。気に入らないね。私があんたの下みたいだろ。いやいや、そんなことないですよ。納得いかない納得いかない。全然そんなこと、全然そんなことないですよ。スパークが先に来てもいいわけじゃないの。じゃあそうしたらいいじゃないですか。いいよね。スパーク先でいい。いいですよ。じゃあ今度からミコミコスパーク改め、スパークミコミコ UNO 園で頑張っていきましょう。ダサくないなんか。頑張っていこうぜ。普段は関係ないじゃん。出囃子もね。ララ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 。デミリアじゃん。亡き王女のためのセプテット。曲間違ってんじゃん。ぜ？なんで言った今。空のぜはおかしいでしょ。ねえ、頑張っていきましょうね。はいはいはい。いやー、でも冬ですね。冬ですね。冬は寒いですから人肌恋しくなりますよね。まあ確かにそうですね。ですからそろそろ彼氏が欲しい。彼氏が欲しい？何？おかしなこと言ったか。いや、いいですけど、あなたらしからの発言ですね。たまにはね。たま？あ、でもそんなに欲しいなら作ったらいいじゃないですか。でも出会いがない。あ、出会い系がない。あるよ、結構溢れてるよ。出会いがないね。外の世界ではコンパとかやってるみたいですよ。あー、コンパね。私ね、相手が男だと人見知りして喋れないんですよ。あら、意外な一面ですね。ねえ、恥ずかしくてね。でも普段通りのあなたでいいんですよ。本当？普段通りで。ちょっと練習させて。あ、シミュレーション？コンパの、うん。じゃあ2対2でやりますか？2対2ね。私と、あなたと。ルーミアとリグル。やだよ。この4人でね。やよ、そんなの。私外注狙いかな。なんでよ。あなた外注行く？やだ。それとも食べられる？もっとやだ。違うよ、普通の男の子2人。普通の男の子でやるか。じゃあ坂所で1つ。坂所で。もうすぐ来るわよ。緊張するね。あー、ドキドキするぜ。あ、男の子来た来た。はじめまして。緊張して。このお店ですか。あー、どうしよう。おしゃれなとこですね。私と付き合ってください。早いよ。早いな、あんた。あれ、おかしい。順番が違うよ。順番違う違う違う、名前も聞いてない。ごめんごめん、名前ね。名前は高宗さんと勝頼さん。高宗さんと勝頼さん。私と付き合ってください。早いって。だから付き合うべきだぜ、お前は。なんで、なんで上から物言ってんの。そうやって。ごめん、間違えた。順番順番。順番違うよ、順番ってのがあるでしょ。次なんだっけ。あ、次あれか。うん、王様ゲームか。違う違う、王様ゲームじゃないよ。こうでしょ。え、王様の言うことはロバの耳。ルールがわかんない。何のゲームそれ。違うのこれ。違うよ全然。そんなゲーム知らないよ。次は何。名前も言ってないよ。あ、自己紹介。自己紹介。ほんじゃ私から。二人とも妖怪退治とかやってるんですよ。私がマリサで。私レイム。二人合わせてスパークミコミコ UNO 園でーす。ラララララララ。それおてんば恋娘だぜ。緊張しすぎでしょ。え、違うでしょ。あれ、そうだっけ。おてんば恋娘って。おてんば恋娘違うか。ツッコミ違うよ、あんた。ごめん、どうしよう。ちゃんとあなた落ち着いて。落ち着いて。飲み物頼もう。あ、飲み物頼もう。高宗さんは何飲む。何飲む。日本酒。日本酒日本酒。勝頼さんは焼酎。焼酎焼酎。あなたはお茶。お茶ね。すみません、日本酒と焼酎とお茶と毒キノコください。飲み物は。あ、はい。毒キノコ乾杯できないよ。え、じゃあ蓬莱の薬ください。蓬莱の薬あるの。ロックで。ロックで。きたきたきた。乾杯。乾杯。はぁ、あ、酔っ払ってきちゃった。嘘つけ。無敵になってきちゃった。なりなさい勝手に。あー、でも酔っ払ったから帰りたいぜ。帰れ。走って帰れ。走って。これなし、これダメ。もう何こっちで勝手に暴れてんのよ。違う話とかもっとあるじゃん。どんなどんな。ねゲーム、ゲームとかやろう。ゲーム、ゲームやろうか。あー、いいね、それやろうぜ。ゲームやりませんか。これ知ってます、リズムに合わせて名前回すやつ。じゃあ私からいきますね。ベイブで始まる楽しいリズム。マリサに。マリサマリサマリサに。マリサマリサマリサ3。マリサ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 4。マリサ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 4。マリサ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 。いや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 。マリサ1。ぜ。え、ぜ。マリサマリサマリサアリスピーチ。マリサアリス。ハイカウコー。ノイローゼか。え、回さなきゃ。え、男の子ボケっとしてんじゃん。ああ、そうか。回さな
と回そうよ。あ、はいはい。こんなマリサ。やだよ。回せつってんだろうがこのクソジジイ。ジジイ。どっちかっていうとババア。回さなきゃ。回せばいい？うん。回すの。わかったわかった。リグル。来ていないよ。来てないよ。来てないリグル。男の子俺リグルみたいな顔してたよ今。そうか。勝手にニックネームつけたらダメでしょ？違う。トークしなきゃダメじゃない。トークねトーク。何を喋ろうかわかんないぜ。ね。勝頼さんは彼女とかいるんですか？え、いないんですか？嘘だ、絶対そうですよ。うんうん、ほら、次あなた。あ、高宗さんは彼女とかいるんですか？え、いないんですか？だろうね。だろうねって言うなよ、あんた。え、なんでだろうねって言うの？あ、どうしようか。もう任せて。勝頼さんはあの神様に容姿が似てますね。あ、雨の若彦かっこいいですね。言われませんか？そうですか？似てますよ。次あんたあんた。ああ、はいはい。高宗さんはあの神様に似てますね。水の神のミシャグジ様。バケモンちゃん。違うよ。ちょっと失礼でしょ。水の神はミツハの目の神。あ、そっかそっか。ミツハの目の神に似てるって言われるでしょ。え、言われない？だろうね。だろうねって言うなって。ブローネ関係ないよ。ブローネ関係ないよ。うち壊すからなんか。あ、どうしようか。なんか褒めて。褒める？褒めて褒めて。おしゃれなお店ですね。お店じゃないよ、お店じゃないよ。どうしようどうしよう。服服。あ、高宗さんの服おしゃれでしょこれ。あんたの？違う違う、顔顔。あ、高宗さん完全に蛇顔ですね。こらー。あ、帰っちゃった。ああ逃げられた。お前のせいだぞこのユリ女。ユリ？どうすんのよバカ。バカはまだいいよ。でもユリ女って突っ込むな。ユリ女って突っ込むな。ごめんごめん。でもどうすんのよ、ぶち壊しじゃん。あ、そうだ。何？私と付き合ってください。やっぱユリじゃん。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや面白かったですね。はい、それでは審査員の皆さん点数をお願いします。はい、どうぞジャッジ。さあ、ユーコ&ヨーム、ミコミコスパーク、どちらが上がるんでしょうか。緊張の一瞬です。出ました。96点、98点、97点、93点。ジャニケル・バクソン合計点は384点。黒です。黒かよ。スピエイキさん、いい加減にしてもらえませんかね。外見は白かと思ったけど中身は黒だね。ブラックやな。あのスピエイキさん、なんか顔色悪いですよ。なんか急性の中毒症状じゃないでしょうか。大丈夫ですかスピエイキさん。これはヤバそうですね。エイリンさん、後で。そうですね、後で見ましょうか。さあ、合計得点384点、黒。では順位は。はい、順位の方は1位となりました。1位、ミコミコスパーク1位です。さあ、ちょっとお話を聞いてみましょう。ヤクボランさん。あ、この折り方が違うのよ。ここはね、ちょっと難しいけど中に入れ込んで。あ、なるほど。ランさん。はい。なんでチェンさんがいるんですか。あ、まあいいじゃん、迷惑はかけないから。いや、迷惑とかそんな問題じゃないでしょう。で、どうでした。そうですね、幻想郷では珍しい題材のネタでしたけど、うまくまとめててよかったと思いますよ。いや、かのこさんいかがですか。とりあえず他のネタも見てみたいね。次もよかったら本物かなっていう。なるほど、わかりましたけど、さなえさんはそこで何やってるんですか。気にしない気にしない。さなえ、首。はい。さなえ、お茶。はーい。デタラメやなこいつ。いよいよとなればこれを使用しましょうか。はい、最悪使う方向で。さあ、現在3位のユーコ&ヨームが残念ながらここでさよならということになります。ありがとうございました。さあ、ここで1位のミコミコスパークが最終決戦進出です。おめでとうございます。やった、よっしゃ。さあ、いよいよこの後が最終決戦です。私も頑張ります。はい、 CM の後主人公をかけた最終決戦です。高校 M1 グランプリ。
から腹が立ってきた。早く死ねよお前。死ぬかバカ、早くどっか行け。あ、いや、ミスティアの八つ目うなぎ、片